発表してないのかな、うん、やっぱあれってやっぱ寸前で、はいはい、最後の方でやっていく方がやっぱこう話題を持っていくから、よく後出しじゃんけんなんて言われますもんね。そう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 、だからこれからこの1ヶ月から、やっぱ勝負ってたくさん出てくるんだよ。そうだね、だから多分こう狙ってる子たちは、そろそろ週刊誌を結構にぎわすんじゃないかと思う、ね、そうよ、これからでしょ、これからどんどん仕込んでいかないと、ねえ、ガンガンその六本木西麻布あたり飲みに行くんだろうね。もうこれそうね、選挙のベスト10入り狙ってる人は、まあ狙います、ね、だって今バーッとニュースになってるでしょ、こうやれる、もう総総選挙は6月の11で決まったということで、多分もう本人たちの耳にも入ってますから、その期日が決まると本人たち強いから、ね、でやっぱ最近だからスキャンダル出した子とも、やっぱ上位には今んとこはね、まあね、あります。だから佐々木希なんて結構上位かもしれないですよね、まあ、相手もね渡部さんだし、そうか、なんかいかにもって感じもするもんね、その渡部さんに口説かれたんだから、うん、いけるはずってことね。そうそうそう、そっちでいけるとは思うのよ。うん、日村さんの彼女なんて、そうよ。日村さんでいけたって。そっか。そんな気持ちで。神田さんね。膨らみますよね。そうよ。まあ夢は、もうそうね。すんごい膨らむよ。まあ神田さん、佐々木さんあたりは。うん。今んとこは、ちょっと待って。これからは、私じゃんけんでどんな子が来るかわかんない。確かに去年おととしは全然入ってませんもんね、その二人。そうですね。うん。でもやっぱ小地春はあれだね、AKB の時も安定して、ちゃんと6位、7位、8位ぐらいじゃない。うん、常に入ってましたよ。ちゃんとこっちでも1回目が5位で、2回目が6位とかなのね。本当に連動してるね、向こうとね。ねえ。なんか。大したもんだ。確かに、それはすごいわ。向こう出ない、今回。今回向こうやめたの。だからこっちだけじゃない、今回は。今回は、一本に絞った方が、やっぱ、票もね、獲得できんじゃないかって本人なりの狙い、マネージャーの狙いもあるかもしれないですね。あるよ。それは。小地原だって写真集を出すために結構ちゃんと体絞って、いい体にしてるから、今見られたいのよ、裸。ね、そうだ。だから結構やれると思うんだよね。確かに、今そうだ、うん。体絞ると女性でそうだね。痩せると、見せたいんだよね。見せたいから。で、やれるってよく聞くわ、それは、話は。でこうやって聞くと本当にその時その年その年の本当にスターたちが次にちゃんともういなくなってたりするの、うん、森崎さんなんてさ2年前森崎ゆき結構さ上位の何優勝候補にいたんだよ、9位に入ってますね、9位に入ってもう去年にはいないわけでしょ、うん、早いですね、ね、そうですね、激しいんだよね、この出入りが。セリナだって1回目10位で2回目5位ですから。あ、セリナが、ティーバック事件あれで結構票取ったんだっけ、あれ去年でしたっけ、あねえ。あれはうまいことやったね、ちゃんと。週刊誌の、ねね、カメラマンの前でうまく座って。さあ、こんなメール来てます。ラジオネームネズミ後輩。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。今年も妄想総選挙の季節がやってきたんですね。はい。今年は離婚して昇進しているスザンヌあたりが候補となってきそうと思います。なるほど。そっか。スザンヌ。昇進してるからね。チャンスちゃチャンスか。ラジオネーム、ルサンチマ。はい。おじさん、ヤギさん、コウモテンさん、こんばんは。今年こそは、矢口真理が復活すると信じてます。青春派で売っている安いモデルが俺たちクソメンのおかずにできると思うと最高です、うん、楽しみです。なるほど、ヤグちゃんね、もうでももうアイドルじゃない感じするんだよな、見た目も悪くなってきたし太ってきちゃってさ、なんかそう、いやでもアイドルじゃなくてもやっぱ安藤優子さんとか6位に入ってるからね。第1回、まあ確かに、ね、第2回だと10位に入ってるからね、そうか、うん、ヤグちゃんでも入んのかなぁ。ラジオの首位打者伊藤、小木さん、八木さん、小本さん。こんばんは、うん。第3回の妄想総選挙は、今何かと話題の、能年玲奈ちゃんがそろそろ入ってくると思います。ああ、なるほど。今、いろいろ揉めてるから。
なんか、なんでしょう、事務所系だっけ、あれなんだかね。言われてますね。下世話の雑誌では、なんか洗脳されてるとか。わかんないですね。なんか言われますね。洗脳すればやれるはずってことか。確かにそういう人は簡単に洗脳できるだろうしな。ラジオネーム日本語ラップ。今年の総選挙、乃木坂46のさゆりんごがランクインしてくるのではないかと思われますね。なるほど。あれだってちょっと時期がね、中途半端なんだよね。去年の総選挙終わった後でしょ、あれ。そうですね。そんな時だったんだっけ。そうなの。だからまさに今月ぐらいにあれだったら確実にもったいないね。もったいない。時期を間違えちゃってるよね、サイリングは。秋入りだね。そう。ダメだ、ね、流行り、流行語大賞とかもやっぱ俺、春とかさ、それに出すと、だいぶ取れないじゃない。そう。そういうなんかやっぱ、勝負感っていうか、それがダメ、ないんだね。やっぱまだ若いから。そう。団体でまだやっていくからさ。そうなんだよ。個人としての勝負感を出さないと。ね。タイミングでね。大事だから。あるかもしんないね。でもこれからもさゆりんごそろそろ。あるかもね。ね、もう一回。出てくるかもしんない。ラジオネームクリーム男爵。おぎやぎさんこんばんは、もう夏の風物詩となった妄想総選挙ですが、はい、僕は、おのののかさんが今年は上位に来ると思ってます。なんかあった？あの子。でも、今まで入ってないんだ。ね、あの子って何？去年の妄想総選挙の時ともうそんな有名じゃないの？もしかしてまだ。まだ出てないか。いや、そんな、もう有名だったでしょ。ここ1年で来ました？じゃあまだそんなに頭角を。確かに、小野々花は。まあまあ、いけるよね。で、ああいうビールの売り子で営業で1位だったんでしょ、その売り上げが。そう。そういうことってやっぱ、やれるんじゃないの。やっぱ営業って何でも1位の人ってやれるんじゃないの。なんかそういう店のさ、ナンバーワンとかも。愛想はいいですよね、きっとね。愛想。はい、そうか。とね、したたかだよね。したたか。したたか子にすればよかったね。したたたこ。おののの子じゃなくて。したたたこ。したたかか。の名前の方が本人もやりやすかったのにね、字でいけるし。したたかでいけばいいじゃん。バレてやる人でしょ、だって。いや、もうそうよ。それは。やっぱ一緒に仕事してても、やっぱ思うもんな。したたたこだっていうのは。そうだね。あ、でも入ってくるだろうね。ラジオネーム、豆腐小僧。荻上さん、矢作さん、工務店さん、こんばんは。今年も CD 買わなくても投票できるんですか？あ、大丈夫ですよ。うちはね。うちは大丈夫なんです。良心的にやらせていただいてますからね。うちはね、買わなくても大丈夫ですよ。はい、できますよ。うん、そっか、結構やっぱり、ランクインしてくるね。顔ぶれがね、変わりそうな。どうなんだろうね、このノミネートが、どの辺が出てくるかが、もう。本当に今年、あんまり。やっぱり、今週のフライデーが、ちょっと、ね、休みだったじゃない、はい、合併号で。そうですね、ゴールデンウィークで。来週、再来週あたりの、この、週刊誌は、重要になってくるんじゃない？まあ、週刊誌も動き出したんだろうな、この、やっぱ総選挙に対、関してね、やっぱ。こっから来週か。来週でかいね、来週いいのを取ったらね。誰がいいんだろうな。まあね。ああ。さあ、今年のね、AKB の総選挙は、なんか福岡で開催されるらしいんですね。AKB って、もう、俺、これの前にあんだよね、多分ね。前の週です、ね。そうだよね。なるほど。ただちょっとこちらはですね、はい、まあ福岡で開催するのか。まあ福岡でやってもいいよね、こっちも。ちょっとまだ赤坂なのか、ちょっと情報が今まだ。会場が確かに錯綜してる。錯綜中なんですね。はいはい。立候補者に関しましてもね、早くも松井玲奈さんが、AKB の総選挙同様、出馬を表明したとかって噂も入ってるんです。こっちはなんか出ないみたいな。もう早くも。そうね。まあ、荻野ね、大好きな小千春は、本家の方の選挙はちょっと辞退したようですが、こちらはまだ辞退って情報入ってませんよね。こっちは辞退ないと思いますよ。小千春は、確かこっち取りたいんだよね。取りたい。そうよ。篠田もね、結構取りたがってたからね。篠田もそうよ。最初のね、8位をすごい不服に持ってたわけだからさ。そう、やりセーブ入れなかった。でも2年連続8位だからね。これ悔しい。